まあいろんな審査員の人たちがいて、まあ、映画監督と、まあ、僕らみたいな広告の人間がいて、結構いろんな日々いろんなアプローチで映像を作ってる人たちが映像に対して割と真摯にものを語れる場で、誰のものでもないんですね。このブランデッドコンテンツっていうのが僕らのものでもないし映画の人のものでもない場所のものの話をしてるから、非常にこうみんな手探りで、これがどうあるべきかとか、この映像がどういう意味を持つべきかみたいなこととかをこう結構けんけんがくがく話すので、すごい勉強になりましたね。面白かったです。はい、多分できた、これできたばっかりですね。そうですね、はい、できたばっかりの賞なので、非常に、まあ、クライテリアとか基準がまだできてないと思うんですね。で多分来年再来年ぐらいに出てくるものすごい作品がベンチマークになって、一つ基準を作るんじゃないかって気がします。で今年は多分手探りの状態で、こういうのもあるんじゃないか、ああいうのもあるんじゃないかっていうので出てきてるものの中で僕らも選んでるんですけど、来年再来年あたりにものすごいチャンスを感じるので、ぜひ何かこう面白いアイデアがあったら応募した方がいいんじゃないかなと思います。